今回はバトル漫画に登場する頼りになりすぎる兄貴キャラを3人紹介していこうと思います。各国の抜け人たちで構成される組織暁の一員で、霧隠れの怪人星垣キサメと共に行動する闇を生きる忍び宇治葉イタチ。父はクーデターおじさんの富岳、弟は蛇博士のサスケ。あまたの天才が存在する内派一族の中でも突出した才能を持っており、幼くしてほかげと同等の考えを持つ精神性の高さも備えていました。その優秀さから父富岳にも評価されており、里の隅っこに詰め込まれ冷遇されていた愚かな一族の復興に一役買うことを期待されていました。しかしそんな富岳の思惑も虚しく、愚かな一族に縛られた己の器を解放するために内派一族を滅ぼし、里を抜け激ヤバ集団暁へ所属することになります。内派一の天才忍者というだけあり、忍術、体術、幻術の全てに秀でた非の打ちどころのない忍びで、作中でもかなり上位の実力者です。具体的には指を見ただけで発動するほどの高次元の幻術、カカシ先生のシャリンガンでも見切れない速さの陰から放つ多彩な忍術、リンネガンを死角から狙えるチート級の手裏剣術など基礎的な力はもちろん、万華鏡シャリンガンも開眼しており、目を合わせた相手に一瞬で精神崩壊級のダメージを与える最強幻術つくよみ、目で見たものを燃やし尽くす消えない黒煙を放つアマテラスという非常に強力な同術も有しています。さらに攻守において好きなしのスサノオまでも自在に扱い、突き刺したものを完全に封印する突火の剣、全ての攻撃を跳ね返す絶対防御の盾ヤタの鏡、美獣玉レベルの威力を誇る遠距離攻撃ヤサカの勾玉などぶっ壊れ性能を有したチート忍術を使いこなす完全に無敵の天才忍者です。そして作中ではこれら強力な術を使い圧倒的な力を見せつけます。キサメと共に木の葉を襲撃した際は、あのアスマさんをビビらせ、幻術なら右に出るものなしと言われる紅を逆に幻術にはめる離れ技を見せます。元上司のカカシ先生には72時間刀で刺し続けるという幻覚を見せ、精神崩壊直前まで追い込みます。その後なんやかんやあり、自分を恨む弟サスケと相対し、壮絶な死闘の末絶命します。そんな天才忍者イタチ兄さんは、実は宇治葉の闇を一身に背負った辛すぎる人生を歩んでいました。というのも宇治葉一族のクーデターを防ぐために木の葉上層部のスパイとして暗躍し、大きすぎる苦悩を一人で抱え込んでいたのです。優秀で皆から尊敬されながらも、本当の悩みは誰にも相談できず、聡明さゆえに自分にとって苦しい選択をするしか道がなく、里の者は愚か、内派一族の誰にもスパイだと悟られてはいけないという、常に心身休まることがない生活を強いられていました。そして同胞をその手にかけたのも上層部の命令であり、木の葉の里を守るために自分の感情を押し殺し続けてきた作中屈指の苦労人なのです。しかし弟であるサスケだけは手にかけられず、演技派忍者オビトさんもびっくりな演技を披露し続け、全ての罪を背負い里を抜けることになります。その後は木の葉にとって危険な組織暁を内部から監視しながら、弟サスケの成長を見守り続け、異常なストレスから病に侵されても他人のためだけに己の全てを犠牲にした本物の忍び耐えるものなのです。この悲劇を招いたのも全ては木の葉の闇に目を背け続けた三代目ほかげと、もはや闇になっちゃった男断蔵のしわ寄せを受けたようなもので、木の葉に脈々と流れる火の石の犠牲になったのです。つまりイタチは犠牲の犠牲になった人物ということです。また生前ナルトと相対した際には、サスケを闇落ちから救うためにあらかじめことわまつかみが発動するよう細工していたり、死してなお弟を思い有能すぎる活躍をしたできすぎた兄さんなのです。唯一の欠点といえば、何事にも加減しない度を越した徹底ぶりで、元上司であるカカシに精神崩壊級の幻覚を見せたり、まだ少年だったサスケを再起不能になるほど心身ともに痛めつけ、復讐心を煽りまくり精神をぶっ壊した挙句闇落ちレボリューションさせてしまったことくらいです。しかしこれにも意味があり、カカシに対しては弟の指導に手を抜くなよという兄からの無言の圧力であり、
サスケに対してはただただ強くなってほしかった兄さんの強すぎる愛情が出ちゃっただけなのです。つまりナチュラルマジケチ兄さんだったということです。そして第4次忍界大戦では江戸天聖隊として復活し、暁のリーダーだった長門を軽く封印し、ナルトにホカゲとしての心構えを説く人格者ぶりを見せつけます。そして弟であり蛇博士であるサスケと和解し、蛇になっちゃった男薬師兜をイザナミで改心させ、江戸天聖を解除し戦いを収束へと向かわせる大活躍をし昇天します。優秀でありすぎるがゆえに苦悩を抱え続け、大人たちの汚い思惑によって一族まで滅ぼすことになったマジキチ兄さん、まさしく作中一の苦労人と呼ぶにふさわしい人物です。四皇の一角、白ひげ海賊団の2番隊隊長ポートガス D エース、多くの猛者たちが集う白ひげ海賊団の中で若くして隊長にまで上り詰め、5億5000万ベリーもの懸賞金をかけられていたかなりの実力者。当初は白ひげに対し敵意むき出して反抗しまくっていましたが、白ひげのゴッドファーザーのごとく大きな器とどんなバカでも許す海のように広い心に感化され、以降は優秀なバカ息子へと変貌しています。血は繋がっていませんが、ルフィとサボとは兄弟のちぎりを交わした関係であり、3人は本当の兄弟のように互いを信頼し合っていました。少年時代ルフィは幾度もエースに戦いを挑んでいましたが、一度も勝つことができなかったというほど2人の間には大きな力の差があり、常に兄貴の偉大さを見せつけていました。またルフィの祖父であるガープもエースのことは本当の孫のように扱っています。そんなエースの正体は海賊王ゴールディ・ロジャーの息子。世界政府にとってロジャーの血縁者は生きているだけで脅威になるため、エースは常に血縁を隠して生きざるを得なかったのです。そのため社会に対する反抗心が強く、自分の出生を憎みすさんだ少年時代を送っていました。つまりエースは四皇白ひげの息子であり、最悪の世代ルフィと革命軍ナンバー2サボの兄弟、そして海軍の英雄ガープの孫、さらには海賊王ゴールディ・ロジャーの実子というとんでもないエリート海賊となっています。世界政府もびっくりな超絶コネクションです。ドギア系悪魔の実メラメラの実を食べた炎人間、体を自在に炎に変えることであらゆるものを燃やし尽くします。その力は圧倒的で、家屋や大型船を丸焦げにしたり、青生地の氷を一瞬にして蒸発させるなど作中屈指の威力を誇ります。中でも必殺っぽい技炎帝は非常に強力で、太陽を放り投げそこら中を火の海に変えてしまいます。四皇の幹部というだけあって、能力にかまけたそこらのバカとは違い、基礎戦闘力も非常に高く、並の実力者ならその格闘で圧倒するほどの力を有しています。実際後に四皇となった痛いおじさん黒ひげにも認められるほどの体術を見せつけていました。作中では四皇幹部の名に恥じぬ圧倒的な強さを披露するかと思いきや、結構微妙な戦績となっています。元桜花七部会ジンベエとの戦闘では5日間にわたり激戦を続けるという根性バトルを繰り広げるも引き分け、伏流炎巻き散らし男スモーカーとの戦闘では能力の相性的に勝負がつかないということで引き分け、裏切り者の盗っ人息子黒ひげとの戦闘では黒ひげを燃やしまくりとんでもない激痛を与えますが、強大すぎる闇の力には及ばず敗北してしまいます。恵まれた血筋からは考えられない敗北者のような戦績ですが、作中屈指の実力者と海軍の野犬が相手とあっては仕方ありません。そして黒ひげに敗れたことが引き金となり、世界規模の大戦闘マリンフォード頂上戦争が巻き起こってしまいます。そもそもエースは白ひげから黒ひげを追うなと言われていたのに、勝手に追いかけて負け捕まるという完全にやっちまったパターンの末処刑されることになったのですが、エースの素性を考えれば白ひげが本気を出すのにもうなずけます。しかしたった一人の命をめぐってここまでの大規模戦闘が起こることからもエースの人望の厚さがうかがえます。頂上戦争では処刑されかけるもなんやかんやで脱出に成功し、弟ルフィと共に海軍を蹴散らす活躍を見せつけます。しかし白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけーという半ば投げやりとも取れる赤犬の煽りに乗ってしまいます。無視して走れば逃げ切れたはずなのに、乗っちゃったことで赤犬の腹貫通マグマパンチを受け絶命してしまいます。安い挑発に烈火のごとく怒り、見え見えの油に自ら火を注ぎ大炎上させる様はまさしく全身炎人間と言えるでしょう。
とはいうものの、親父である白ひげの名誉を守るため最後まで乗り散らす様はまさしく勇敢なる海の戦士でした。仲間の悪口を言われたロジャーも我を忘れ一国の軍隊を潰したという逸話があるように、エース自身も忌み嫌った血の定めには抗えなかったようです。弱えと言われて取り乱さないでおなじみドン・クリークさんのような強靭な精神力があれば、エースの未来も変わっていたのかもしれません。最後まで弟の身を案じ、自らの命を犠牲にすることでルフィの海賊王への夢をつなげた偉大な兄エース。そしてそんなルフィもエースの死を乗り越えることでさらなる飛躍を成し遂げることができたのです。美味しいご飯を食べるためならどんな悪事でもやらかしちゃう、悪の食いしん坊集団美食会の副料理長を務めるスタージュン。美食会ではミドラに次ぐナンバー2の実力者であり、その強さは敵味方関係なく誰からも認められるほど。実際本来の力を発揮できない GT ロボに登場していたにもかかわらず、トリコとココが一目で格上だと理解するほど絶望的なオーラをまとっていました。また超絶インフレする前のトリコに対して 0.5 秒あれば10回は倒せると自ら豪語するほど桁外れの力を有しています。他者を見抜く眼力にも優れており、小松の類まれなる食運と料理の腕を序盤から見抜き、ネオの存在にもいち早く気づいていたことから単純な強さだけの人物ではないことがうかがえます。また自分を蹴落としてでものし上がろうとする野心家の大竹に対しても、その心意気を買いコンビを組むという男気あふれる一面も見せています。そしてスタージュンは極悪集団美食会にいながらも作中で一番の常識人と言っても過言ではないほど良識のある人物です。実際他の幹部たちと違い、組織の決まり事をきちんと守り、むやみやたらに生物の命を奪うこともないという悪人どころかもはや善人に思えてしまうほどいいやつなのです。もしもこの男が純粋役なら、トリコはウキウキでフグクジラを捕獲しに行った際ボコられ連載が終了していたことでしょう。戦闘では主に炎を使います。その火力は凄まじく、トリコが生み出す無数のナイフとフォークを一瞬で溶かしてしまうほど驚異的な火力となっています。また切ると焼くを同時に行える特殊な包丁バーナーナイフから放たれる人たちは地面を一瞬で溶かし、底の見えない地割れを引き起こすほど強力です。中でもサタンバーナー星切りは野王の一角老王ギネスに数百年ぶりの回避行動を取らせるほど圧倒的な威力を誇ります。そして裏のチャンネルを自由自在に扱うこともでき、簡単にワープキッチンを作り出せる時間操作能力者でもあります。つまり精神と時の部屋をいつでも簡単に作り出せてしまうのです。さらにグルメ戦利眼により一度ロックオンした獲物を常に映し続け、未来を見通すことも可能となっています。このグルメ戦利眼は普通の人が見ている約8分前の太陽と違い、常に現在の太陽を見続けることができます。つまり普通の人が光の反射によって過去の映像を見ているのに対し、常に今の映像を映し出しているため実質未来を見ていることになるのです。この規格外の力を持って作中では圧倒的な強さを見せつけます。クッキングフェス編でのトリコとの戦闘では、トリコのフルコース攻撃をわざと食らうというナメプをかましながらも圧倒。しかし小松という最高の調味料によりトリコが強化されたことで次第に追い詰められるも、究極の思い込み対決アルティメットルーティーンバトルを制し勝利を収めます。その際瀕死の重傷を負ったことでグルメ細胞の悪魔が覚醒し、第3の目グルメ戦利眼を開眼しています。その後はなんやかんやでトリコたちの仲間となり、グッド争奪最終戦に参加しています。ジョアとの戦闘では何者も抗うことのできない力グルメラックに時空を歪めた高速攻撃で対抗するも、次第に追い詰められていきます。しかし食運が適合食材だったという運の良さから、相手の食運を食べ超絶パワーアップしますが、アカシアに胴体をほぼ丸ごと食べられ絶命寸前になってしまいます。その後はトリコに食運を全て託し別れを告げるも、なんやかんやで復活しています。敵であったはずのスタージュンがなぜ仲間になり自らの力をトリコに託したかというと、実は二人は双子の兄弟だったからなのです。二人は美食神アカシアと神の料理人フローゼとの間に生まれた子であり、500年もの間裏のチャンネルに囲まれながら海を漂い続けていたのです。前巻読んでいない人は何を言っているのかあまり理解できないと思いますが、前巻読んだ人もほぼ理解していないのでセーフです。簡単に言うならば、トリコという漫画は地球を滅ぼす規模の親子喧嘩の物語なのです。
そして最終的には悪の組織に属しながらもトリコとリンの結婚式に普通に参加しており、頼りになりすぎる兄として弟の晴れ舞台を見守っています。最序盤から登場しながらもジャンプ史上に残るほどインフレの激しかったトリコの中で、最終決戦まで最前線に立ち続けた真の実力者スタージュン。登場当初は得体の知れない出来上がり野郎かと思われましたが、その本質は弟を守るためなら命を懸け、弱きを守り強きをくじく精神を持った成人のような人物だったのです。